はい、こんにちは。パーカッションの高上です。今回はおすすめというか提案というか実験みたいな感じなんですけれども、何かというとね、タイトルに書いてあると思うんですけれども、ボンゴを1個にしてみたら意外と良かったっていう、はい、そういう話でございます。まあ、結論以上なんでね、何しろ気になるよという方だけ見ていただければと思うんですけれども、ボンゴってね、普通2個セットになっております。太鼓が2個ついてるのがボンゴなんですけども、その高い方ね、高い方を1個だけにして使ったら意外と良かったという話なんですね。今ちょっとこのアングルだと見えないと思うんで切り替えますけれども、はい、こんな感じになっております。コンガと比べるとね、かなり小ぶりで可愛いっていう感じなんですけれども、これでこんな感じで叩くと。というか、ボンゴってそもそもそんな簡単に外せるんだと気になっている方もね、いるかと思うんですけれども、これ簡単に外せます。まあ、自己責任でやっていただきたいんですけれども、大体どのメーカーのボンゴもですね、この2つの太鼓を積み木みたいな木のブロックで、まあ、ボルト止めですね、ボルトで止めてつなげている、くっつけているっていうだけなので、このボルトをね、回して外してあげれば、こう2つに分けることができます。で、マッチョ、高い方だけにしてしまえば相当軽くなります。まあ、持ち運びもしやすくなりますし、このようにスネアスタンドに置くこともできます。で、クリス・デブみたいにドラムセットの中にボンゴを加えるっていうセッティングをやってる方いるかなと思うんですけれども、そういうドラマーの方にもこれ結構おすすめですね。高い方だけだとスネアスタンドに乗せることができますので、結構ね、セッティングの自由度が増すかなと思います。で、なんで僕はこれ高い方だけにしちゃったかと言いますとですね、コンガと組み合わせた時ですね、このボンゴの低い方って扱いがね、すっごい難しいんですよ。これやったことがある方ならね、わかると思うんだけれども、まずチューニングどうしようっていう問題ですね。このメインのコンガと同じにすんのか、あるいは音程差をつけるのかと。で、音程差つけるとなるとね、結構どっちかを下げないといけない。下げないとなんか微妙なね、音程感になりがちっていうのと、あと意外と幅を取るっていうところでね、これなくていいんじゃないと。やってみたらなくてよかったというのがね、今のところの僕の結論です。例えばボンゴの、いわゆるボンゴらしい、プレイスタイル、マルティージョなんかも、まあ、こんな感じでいいんじゃないかと、こんな感じで代用できるなというところですね。はい、じゃあここからはこのセッティングでどういったパターン、アプローチができるのかっていうのを僕なりに考えたものをいくつか提案したいと思いますので、まあ、使えそうだなと思ったらぜひ使ってみてください。で、ボンゴのね、この低い方無理に外さなくてもいいんで、普通にボンゴとコンガを並べてセッティングしているというシチュエーションでも、まあ、十分使えるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、ではまず右左交互にパターンやフレーズを叩くというのをやってみます。これが一番ね、簡単かなと思います。例えば右左でコンガのパターンを何か決めてしまう。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4、まあ、シンプルにトゥンバウにしましたけれども、先にコンガのパターンを決めてから1の位置に毎回このボンゴを入れると、 1 2 3 4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 
はい、これなかなかいいんじゃないかなと、使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。もちろんコンガだけでもいいんですけれども、この高い音がね入ることによってちょっとこう乾いた感じになるっていうか、軽やかな感じになります。でこのままちょっと手を振り分けてみる。ずっと右左をやりながらこの1のボンゴだけをキープして、あとはね適当に振り分けたっていう感じです。で基本はこの右左交互オルタネートをキープしながら、どこかで右右とかね2回叩いたりする。それでもう1回右右叩いて帳尻を合わせる。例えばみたいな 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4。はい、こういうのを組み合わせると、みたいにこうねバリエーションつけることができます。はい、あとはですね、片手でボンゴ片手でコンガみたいにね割り振ってしまうパターンですね。割り振ってやってみると、まあ、こんな感じになると、タッタラタッタッとタッタラタッタッとみたいなパターンですね。はい、
このね、指、クローズフィンガーが使えると、なかなかボンゴらしい感じになるかなと思うんですけども、いや、そんな指回んねえよという方はね、まあ、無理に使わなくても、例えば、もうこれだけでもいいですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。あとはボンゴで叩きたいフレーズを決めてからコンガを後から足す、肉付けしていくようなやり方ですね。例えばウッパッパーパーパーみたいな、パー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 みたいな感じでやるとね、なかなかご機嫌でいいんじゃないですか。はい、というわけで今回はボンゴを1個で使ってみたっていうね、実験でした。またなんか面白い使い方が見つかったらシェアしたいと思いますので、みんなもですね、この使い方いいんじゃないってね、この使い方おすすめですよっていうのがあればコメントで教えてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日は YouTube ライブ使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。